ベストオブクラシック、今週は5回にわたって室内楽の名曲と題してお送りします。1回目の今日はベルチャ四重奏団の演奏でショスタコーヴィチとシューベルトの作品をお送りします。公演の録音はポルトガル放送です。今週は室内楽の名曲の数々を世界トップクラスのプレイヤーたちの演奏でお送りします。1週間のラインナップをご紹介しましょう。今日月曜日はベルチャ四重奏団の演奏会、曲目はショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲第3番とシューベルトの弦楽五重奏曲波長調です。火曜日はピアノトリオ小村三重奏団の演奏で小村作曲ピアノ三重奏曲トタン調他を、水曜日はバイオリンのルノー・カプソンとピアノのカティア・ブニアティシビリによる演奏でフランクのバイオリン・ソナタ・イチョウ調他をお送りします。木曜日はバイオリンのバイバスクリデとピアノのラウマスクリデ、チェロのソルガベッタによる演奏でブラームスのピアノ三重奏曲ロ長調他を、最終回金曜日はドイツのカルテットマンデルリンク四重奏団他の演奏でシューベルトの五重奏曲マス他をお楽しみいただきます。今日お送りするのはベルチャ四重奏団の公演です。ベルチャ四重奏団が結成されたのは1994年、古典ロマン派から現代曲まで幅広い作品をこなす実力派のカルテットです。とりわけベートーベンの弦楽四重奏曲、シェーンベルクやベルクの室内楽曲などの演奏録音は国際的に高い評価を得ています。メンバーをご紹介しましょう。バイオリンのコリーナ・ベルチャは1975年生まれ、ルーマニア出身。結成当初からこのカルテットのリーダーを務めています。ビオラのクシシュトフ・ホジェルスキーは1971年生まれ、ポーランド出身。コリーナ・ベルチャと意気投合してこのカルテットの設立のために中心的な役割を果たしました。バイオリンのアクセル・シャハーは1981年生まれ、フランス出身。2010年からベルチャ四重奏団のメンバーとして活動しています。チェロのアントワーヌ・レデルランは1975年生まれ、同じくフランス出身。2006年にこのカルテットに加わりました。さて今日最初にお送りするのはショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲第3番です。ショスタコーヴィチは全部で15曲の弦楽四重奏曲を残しています。第3番は現在でも演奏会で頻繁に取り上げられる人気の高い作品の一つです。作曲された年は1946年、初演は同じ年の12月、モスクワ音楽院小ホールで行われました。全体は5つの楽章で構成されています。第1楽章はポルカを思わせるような軽快なリズムの音楽。続く第2、第3楽章は雰囲気がガラリと変わり、不安げで時に激しい苛立ちを感じさせます。
第四楽章は緩やかなテンポのアダージョ。悲哀に満ちた旋律が繰り返し現れます。最後の第五楽章には第一楽章から第四楽章までに用いられたパッセージが次々と現れ、最後は深い嘆きの余韻を残して静かに終わります。それではショスタコーヴィチ作曲弦楽四重奏曲第3番ヘ長調作品73、演奏はベルチャ四重奏団です。
Thank you.
ショスタコーヴィチ作曲弦楽四重奏曲第3番ヘ長調作品73、演奏はベルチャ四重奏団。2017年2月14日ポルトガル・リスボンのグルベンキアン財団大ホールでのライブ録音でした。室内楽の名曲と題してお送りしている今週のベストオブクラシック、1回目の今日は2017年2月14日にポルトガル・リスボンのグルベンキアン財団大ホールで行われたベルチャ四重奏団の演奏会をお送りしました。公演の録音はポルトガル放送でした。明日のベストオブクラシックはショーソン三重奏団の公演をお送りします。どうぞお楽しみに。